ナシュアは、アメリカ合衆国の競走馬、シュボバ、プリークネスステークス、ベルモントステークスを制し、アメリカ2冠を達成。ラウンドテーブルに敗られるまで、アメリカの生涯獲得賞金額のレコードを保持していた。大シュボバナスルーラの代表3区であり、シュボバとしても成功した。主戦騎手は、エデアー・キャロ。ナシュアは1952年4月14日、アメリカ合衆国ケンタッキー州のクレイボーンファームで生まれた。記録上ナシュアの生産者はビレア牧場となっているが、これは母セグーラの所有者 W ウッドウォードが所有していたメリーランド州の牧場である。ウッドウォードは所有する繁殖牝馬のほとんどをクレイボーンファームに予託していた。ウッドウォードはナシュアをイギリスで走らせるつもりであったがナシュアが1歳の時に死亡し、ウッドウォードの財産を相続した息子のウッドウォード・ジュニアはアメリカでデビューさせることにした。ナシュアの父、ナスルーラはクレイボーンファームが37万ドルのシンジケートを組んでイギリスから輸入したシュボ馬で、ナシュアはその初年度3区にあたる。ナシュアは1954年5月5日にデビューし、この年に8戦6勝の成績を挙げて、アメリカの最優秀2歳馬に選出された。ちなみに、父のナスルーラはこの年の2歳リーディングサヤーとなっている。1955年2月に始動したナシュアは4月にかけて4連勝し、一番人気でアメリカ3冠第1戦のケンタッキーダービーに出走した。しかしレースでは逃げたスワップスを捉えることができず、1馬身、1、2の差の2着に敗れた。その後ナシュアはプリークネスステークスとベルモントステークスを優勝し2冠馬となったが、スワップスはいずれの競争にも出走していなかった。ケンタッキーダービーの後、ナシュアとスワップスは共に連勝を続け、多くの競馬場が2頭のマッチレースを企画した。両陣営は、ワシントンパーク競馬場が提示した条件を受け入れ、8月31日にマッチレースが行われることになった。この対決は、競馬界の注目を集め、レース当日は4万人近い観客が、ワシントン競馬場に詰めかけた。オッズはスワップスが 1.3 倍、ナシュアが 2.2 倍であった。ナシュア陣営はスタートから積極的に逃げて、スワップスを引き離す作戦を立てた。ナシュアはレース終盤になってもスワップスとの差を広げ続け、6馬身2分の1の基差をつけてマッチレースを制した。このレースの後ナシュアは9月のシスオンバイステークスでは3着に敗れたものの10月にジョッキークラブゴールドカップステークスを優勝。この年のシーズンの成績を12戦10勝とし、アメリカの年度代表馬に選出された。なお、ナシュアがこの年に獲得した賞金額75万2550ドルは1948年にサイテーションが獲得した70万9470ドルを破る年間獲得賞金額のアメリカレコードであった。この年のフリーハンデではスワップスより2ポンド、重い130ポンドで首位に格付けされた。10月15日、馬主のウッドウォード・ジュニアが妻に、泥棒と間違えられ射殺される事件が起こった。財産を相続した妻は、ビレア牧場と所有するサラブレッドすべてを処分し、ナシュアも125万1200ドルで、スペンドスリフト牧場を経営するレスリー・コームが組んだシンジケートに売却された。1956年5月19日、キャムデンハンディキャップを優勝したナ・シュアの生涯獲得賞金額は110万365ドルに達し、サイテーションの持つ108万5760ドルのアメリカレコードを更新した。9月には1953年に没した W、ウッド王道を記念して創設された、ウッド王道ステークスを優勝、10月には、ジョッキークラブゴールドカップステークスをダート3200メートルアメリカレコードを記録して勝利し、同レースに連覇を達成した。ナシュアはジョッキークラブゴールドカップステークスを最後に競走馬を引退し、種牡馬としてスペンドスリフト牧場につなぎをされることになった。種牡馬となったナシュアの人気は高く、その産区はセリー1において、平均の3倍を超える高額で取引された。種牡馬として、コーチングクラブアメリカンオークス3連覇を達成するなど、活躍馬には、牝馬が多く、産区の中で最も多くの賞金を獲得した、種牡馬も牝馬である。アメリカでは、後継種牡馬には恵まれなかったが南米においては、アルゼンチンに輸出されたサンクグッドマナーズが大成功し、現在でも系統を発展させている。ブルードメアサヤーとして、ロベルトやミスタープロスペクターなどを輩出している。ナシュアは29歳になっても種付けをこなすなど、晩年を健康に過ごした。1982年1月1日には、スペンドスリフト牧場でファンを招いて30歳を迎えたナシュアの誕生パーティーが催されたが、間もなく体調を崩し、2月3日に安楽死処分された。なお、2度にわたって対戦したスワップスは1967年にスペンドスリフト牧場に売却され、スワップスが1972年に死ぬまでの間、2頭は同じ牧場で種牡馬としてつなぎ養された。ナシュアは1965年にアメリカ競馬殿堂入りした。代表産区であるシュビーも殿堂入りしているため、不死での殿堂入りである。1999年にブラッドホース氏が選出した20世紀のアメリカ名馬100選では24位にランキングされた。ありがとうございます。